年齢今21になってます。職業はちょっと内緒ですけど、夜職です。彼氏はつい最近別れたので、今ね別れてから1、2ヶ月くらいです。浮気です、彼の。マッチングアプリ使ったことないんですよ。やっぱりなんか魅力が多いみたいな、なんか遊びが多いイメージがあって、ちょっと怖いな。インスタでそうですね、前の元カノ、元彼がインスタでつながりました。やっぱり顔写真載せてるかとか、あとは電話していいそうだな、いい人そうだなと思ったら、ちょっと会ってみるかな。変な DM 結構来ます。おしっこ売ってほしいみたいな。なんかパンツとかおしっこ売ってほしいみたいなこと言われて、それ全然無視したんですけど、そんな感じの来た記憶があります。電車で、あ、でも過去に1回だけあります。最初バッグが当たってるのかなと思ったんですけど、なんかチラッて調べたら手が当たってるって言って、あれちょっと怪しいな。内緒で会うとか私の元カレがバーで働いてたんですけど、そのバーに来てくれるお客さんとのことを好きになっちゃったみたいで、そこからなんかプライベートの時間もその子に使うようになって、で結局私がスマホの中身を覗いてしまって、それで隠れて会ってるって思われて、私はないです。浮気はもう許せないのでないです。愛嬌ある人ですね。すぐホテル行こうよとかいう人はもうモテない。私なしです。やっぱりそういう体の関係で終わるのが多いのかなって思っちゃう。彼氏彼女になる前にセフレみたいな感じで終わるのかなと思っちゃう。ないです。17です。相手は初めてじゃないです。年上だったと思うので、元カレでした。この人めっちゃ優しくて、もう私に尽くしてくれるタイプでした。流れかもしれないです、それは。なんかお家に遊びに来てて、もう流れでみたいな。手の筋っていうか、手フェチっていうんですかね、こんな感じで。ないです。にはします、もちろん。なんか終わってタバコ吸われたりとか、なんかスマホ触られたりとかです。ケシクしてくる人、なんか自分本位だなって思います、私は。嫌です、それは。言葉で言ってくる人は嫌いです。は大事だと思います。20分ぐらいです。は、そうですね。でも、優しくしてあげることですね。なんか、相手の気持ちいいところを探すとか。そうですね、されるのは好きです。手ですね。なんかフェザータッチみたいな。たまにあんまりこの人慣れてないのかなっていう時に、ちょっとなんか気まずいなって思って。なんかもういきなり、なんか入れてくる人、なんかもう相手のこと考えてくれて、自分よりも相手のこと優先して時間かけてくれる人、もうガツガツやってくる人。
ニバッグで横でしてくる、横でなんか寝ながら作る。あ、でもキスがそうですね、嫌じゃなければ顔を見ますね。え、でも私3ぐらいですね。週5くらい、週5でもいいです。声だけでなんかシチュエーションみたいなのあるじゃないですか。シチュエーションボイスみたいな、シチュエーションボイスツイッターとかで乗っかってます。それをたまに見ます。男の人が一人でしてるみたいな、乗せてる人がいるんですよ、ツイッターで。それを別におかずとかじゃないんですけど、なんか興味本位で見て、あ、こんな人いるんだな。頻度、でも私少ない方なのか分かんないですけど、週1ぐらいです。ソファーにもたれて、あ、手で、そうですね、私中学生ぐらいです。私でも20くらいです。あ、彼氏もいますし、彼氏じゃない人もいますね。飲みの場とかで知り合った人とか、でもそんなワンナイトとかじゃないですね。あ、います。その人とは付き合わなかったですね。ちょっと遠距離だったっていうのもあるかもしれないですね。私7ヶ月ぐらいです。あ、相手に多分彼女ができたかかなんかで別れました。元カレがなんかひも男みたいな感じで、私がほぼほぼあれですね、家賃とか光熱費とかもう生活にかかるお金すべて私が出してました。あ、なんか元カレのせいで留置所入れられました。え、なんか彼がなんか一方的に連絡途絶えられて、私が腹いせでインスタのストーリーに彼のなんか下半身の写真とか、あの身分証、運転免許証の写真とかをストーリーに 3,40 分ぐらいなんですけど載せたんですよ。そしたらなんか訴えるって言われて、で本当に警察に被害届出されて、コーチに警察来て、そのまま逮捕状出てるんで逮捕しますって言って留置所入れられました。4日間ぐらいです。その後は示談で終わってもう出てきたって感じなんですけど、前科はついてないです。はあります。なんか後ろがちょっとティーバッグみたいになって、ピンク色のヒレヒレして、あ、今それです。今そのピンクのヒラヒラで、これからそうですね、お仕事なので、私はそうですね、お仕事で一応そういう格好にはなるので、あの下着はちゃんとしたのつけて、長さですかね、短いとあんまりなんか入れられてる感がないっていうか。は数回見たことありますね、女子高生のみたいな。なんかお兄ちゃんとみたいな、いいなって思います。あ、でもありますね、多少なり。最初にするのに、なんかその前儀とかどういう感じなんだろうっていうのを、なんかビデオで、そういうの見て、あ、こういう感じにするんだっていうのは、生理前が多いですね。チャンネル登録お願いします。